今日の予選はですね、個数戦同様比較的順調に進んでまして、ポールポジション取れるかと、思ったところ ALTA の、ライバルチームですが、ニュードライバーが、思わぬ構想をしまして、ポールポジションは取られました。しかし、2番手ということで一番前から、スタートできますし、明日の700キロっていうレース、長いので、序盤はね、しぶとく、上位をキープしながら、中盤戦で、優勝を決定づけられるような、展開にして、で今回こそはきちんと、トップでチェッカーを受けますので、長いレース、最後まで応援をよろしくお願いします。もう一度頑張ります。